直樹いや直樹今回の結果報告やばいね直樹どうしちゃったの直樹直樹いや直樹ね僕ねちょっとねすごいなと思ったのがあれですねあのいまだに勉強してるってねいまだに勉強してるっていうのはあのまあありがたき幸せですね、はい、ちょっとびっくりしましたね やっぱ真面目ですね直樹は <laughs> やっぱあと嬉しかったのが他の結果報告ではあんまないパターンでやっぱその自分も結果出たしその教えてる人も結果出たっていうねダブル結果報告ですよねダブル効果 <laughs> だからやっぱねデジタルコンテンツっていうのは何でも売れるよっていうかねやっぱ野球のあれあれすごいですねうんまあ今からやっぱコンテンツビジネスですよ ぶっちゃけ申し訳ないですけどのあの日、ねあのまあ、僕も詳しく見てないんで分かんないですけどあの人ってじゃあプロ野球のドラフト1位の人だったのかっていうと多分ドラフト1位とかで入ってないですよねプロ野球球団。おそらくおそらくプロ野球にドラフト1位です巨人とか入ってないですよねあの人、ね、それでも売れるわけですよ、うん、だからコンテンツビジネスっていうのは本当にねやっぱねやるべきですしうん、まあ、多くの人に伝えていかないといけないですよね 何で,も何でも売れるよと、うん、別にプロ野球選手のねその長嶋茂雄じゃなくてもコンテンツ販売売れるんだよということですよ。うん、別にダルビッシュじゃなくても売れますよだってダルビッシュイラブだったっけなイラブが一番早かったんでしたっけ ?100 イラブって150か160出たねイラブ選手確かでもあの人イラブじゃないですよね <laughs> 140キロ出す方法みたいな。 まあもちろん武器は必要ですけどね、えっとかってエッジはやっぱないときついんですけどもいやーやっぱデジタルコンテンツやっぱコンテンツビジネスこれからやっぱね時代の波が来るんじゃないかなとドリームアカデミアの波が来るぞと僕は思ってるんで情報ビジネスコンテンツビジネスはこれから絶対やるべきですし店舗型ビジネスはもうきついもうあの情報ビジネスだとこれからだとねこれからだみたいなね まあ、ドリームアカデミアがもうあと5年後10年後すごい塾になってると思いますよだって情報ビジネスで多分ねここまで教えてる塾なくないですか多分ないっすよ情報,情報ビジネスで情報をこう発信してこう販売していくどうやってやっていくのかっていう塾でここまで深くやってるところは多分今ですよないっすよだって久保さんも結構もう引退してますから隠居してるんでもうあの近隣の方行っちゃってますから 僕現行でやってますんで、だこああのー、ね今月のフォローアップ勉強会明日やりますけど、その熟成さんでもね1700万出た事例をちょっとお話しますけど、直近でそのやってるとこないんで、うん、まあ頑張ります。直輝直輝ズム。<laughs> いや直輝ねやっぱねすごいですね。やっぱ素直だ。勉強熱心だし素直ですね。 まあ僕のあの無限に追加されるコンテンツ、ドリームアカデミア、やばないですか。<laughs> あれは究極の僕はもう日本一のもう間違いなく情報発信の塾だと思うんで。で、あとね、バージョンアップもしますから。バージョンアップも。だから古い、だから今回 YouTube のノウハウ、えー、バージョンアップします。あの、エンドロールの動画のところはもう削除して、もう YouTube の新しいね、あの僕は。 ご提案ができるんでこれいいんじゃないかなっていう,う YouTube のノウハウは会みたいなあのた全部一新します、はい、とかね、まあ、あの改良もしてきますからねはいまあそんな感じでまた報告をお待ちしております素晴らしい結果をダブルあ,ありがとうございました